ありがとうございました。ラーメン屋さん全然声が綺麗で、本当ラーメン屋さんですか？あ、本当にそうですね。ちょっといらっしゃいませって言ってください。はい、どうぞいらっしゃいませーラーメン屋さんだラーメン屋さんだわ。響く響く、うん、あの中華そばうまそうだわ、ねえ、うん、やっぱりこう歌う時もちょっとラーメン作るちょっと前そうこれ結構あ、ほんとこれとこれことです。ユニに関係ないですよ。そうですね、ここからはトップに立てば決勝進出が確定するということになります。現在のトップは946点の小林さん、うん、そこを越せば奥野さんが決勝進出決定という形になるんですが、どうでしょうか。審査員の皆さんの採点をお願いします。はい、京都府代表奥野哲夫さんの点数の発表です。911点。超えることはできませんでした。でもぜひまた再チャレンジの方もお待ちしてますんで、はい、お願いします。奥野哲夫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。奥野さんでした。最後の例の仕方がやっぱりラーメン屋さんの高校なんかいいですね。でもあんだけうまくてもね、うまい、あれそれでも決勝に行けないってのは何なんでしょうっていう感じですよね。はい、さあ A ブロック9人目の登場です。